はい、こんにちは。こんにちは。ついに始まりました、ハズキン TV 第1回ハズキン TV がここバーガーズニューヨークからお届けします。ついに始まりましたね、ハズキさん。始まりましたね、ついに。いや、視聴者の皆様には大変お待たせしたなと思っておりますね、ハズキさんね。そうですね、ついに、ついにですよ、ハズキさん。どうですか、今のお気持ちは。まあ、そうですね、ここは結構料理も美味しいと思いますし、その、まあ、美味しいんじゃないですか、ね。適当な、いつも通り適当なね、ハズキさんと今日はお届けしますけれども、さて、ハズキさん、どうですか、このハンバーガー。いや、食べてみましょうか。そうですね、食べましょう。はい、いただきましょう。いただきます。はい、いただきます。やっぱ本場のね、バーガーっていう感じですね。本場のボリュームがあっていいですね、やっぱり。うまい。あずきさん、今日は何をオーダーされましたか。チーズバーガーとですね、チーズバーガー、フレンチフライ、あとカルピス、アイスカルピスね。はい。なるほど。じゃあ僕と一緒ですね。ちょっと違う。まあ、ドリンクだけは違う。ドリンクだけね、違いますけど。テリヤキ味がね。テリヤキ味。いいですね。やっぱりトッピングがね、あって。すごい。バーガー、サイドメニュー、ドリンク。3点セットで、いくらでしたっけ。あ、僕は1800円。1800円。グランドの方。ああ、グランドですか。やっぱでかいですもんね、やっぱり。グランドだけあってね。和樹さんのね、器みたいなね。和樹さんも人間としてね、でかいですから。ありがとうございます。和樹さんね、ちょっとしたことトラブルがあってもね、はい、受け流せるぐらいの人ですから、和樹さんはね。ありがとうございます。これからもどしどしクレームをお待ちしてますので、よろしくお願いします。クレームはダメです。はい、さてですね、次は、ペイマコに寄せられた、質問にお答えするコーナーです。和樹さん。よろしくお願いします。あ、はい、よろしくお願いします。はい、まず一つ目の質問は、こちらですね。葉月さんは今年いっぱいは音楽活動をやらないと言っておりましたが、なぜですか。ライブハウスのキャンセル料を払いたくないので時間を置いたのでしょうか。どうなんですか。いや、払いたくないっていうか、まあ、その、まあ、全額じゃないですけど、少しずつ少しずつ、そのなんていうんですかね、はい、そのキャンセル料っていうのが、そのライブに出るとそのイベントのキャンセル料が発生するんですけど、それをちょっとずつ払っていこうか。ちょっとずつ、これから少しずつ、はい、そうですね、返済していくと。はい、なるほど。全額はちょっと高いですけど、どれぐらいなんですか。大体、まあ、全部のイベントで18、9万ぐらいかな。そんなにですか。はい、それ今ちょっとあの主催者がちょっと相談して、少しずつ、少しずつこれからね、掲載していくと。そうです、いうことですか。はい、ああ、なるほど。まあ、結局確かにね、音楽活動やらないって言ってましたよね、そういえば葉月さん言ってました。そんなこと、そんなね、こと言ってましたけど、はい、結局やってますよ。今月に限ってはですね。今月に限っては何ですか。なるほど。10月13日の渋谷ライブですね。まあ、あ、渋谷です。今月っていうの。それをちょっと最後にしばらくやらないんです。それを最後に音楽活動休止すると。休止というか、ライブでの音楽活動は休止ということですか。あ、そう、そういうことですね。チャイでのディナーショーとか路上ライブとか、そういうのは、あ、そういうのはやっていくっていうことで、はい、そういう認識でいいです。はい、なるほど。とのことなんで、ぜひお楽しみください。よろしくお願いいたします。はい、次の質問です。
葉月さんは今年は音楽活動しないと宣言していたはずなのになぜ急に活動し始めたのですか。過去の都合の悪いことは忘れてしまう性格なのですか。いや、まあ急にってわけじゃないんですけど、まあ、都合の悪いことは忘れてしまうタイプではないです。ではないです。はい、そうなんですか。そうです。じゃあもうピシッと言い切りましょう。カメラに向かってピシッと。なんで、都合の悪いことは忘れてしまう性格ではありません。ありません。はい、次の質問です。音楽歴30年の葉月さんがなぜ今更自分に合うキーを探しているのですか。この30年は葉月さんにとって何だったのでしょうか。いや、それは結構いろいろあると思うんですけど、下げたりとか上げたりとかもして、自分の声域とかがどれくらい出るかとか、そういうのも確認しているんですけど、まあ、ちょっとそれだと、クレームとかも出たりとか。クレームってどういうクレームですか。いや、キーアップメーションとかも出る感じのやつが出てたので、それで最近は自分に合うキーを選んでやってます。クレームですか。そうですね。もうクレームといえばね、葉月さんですからね。Uber Eatsでもものすごいクレーム来ますよね。ああ、まあ、来ることもあります。最近はね、そんなないです。最近はない。最近はね、やりましたけど。なるほど。じゃあ次の質問いきましょう。オリジナル曲作成中のまま何年も経っている葉月さんですが、いつになったら完成するのでしょうか。サッカーのゲームばかりしている暇と時間があるなら作成に時間を割けるのでは。音楽に人生が払っているんですよね。まあ、その通りです。その通り、認めちゃいます。作成、まあ、その仕事とかデリバリーとかもやってる関係もあって、なかなか時間が作れないっていうのが現状です。いや、作れますよ。いや、この人が、ね、言ってる通り、はい、サッカーのゲームしてる暇と暇はあるでしょ。実際葉月さん、まあ、最近やってないですね、サッカーのゲームは。いや、ゲームやってないってことは、じゃあ時間が作れるってことですよね。まあ、作れますね。じゃあその時間になぜやらないのかっていうことです。問題はやってますか。いや、やってないです。全然ダメですよ、それはやらないと。ディナーショーも迫ってるわけですから。まあ、頑張ります。やってください。はい、はい、やります。宣言してください。やります。はい、やります。次はじゃあ、これいきますか。はい、いいですか。ネットでは大威張りしている葉月さんですが、外に出てくるとなぜいつもプルプル震えているのでしょうか。いや、震えない。震えは、まあ、それあるでしょ、私も。多少はありますね。ありますね。どういうことなんですか、多少あるって。なんか、どういうことなんですか。震えるというか、むしゃぶりですか。まあ、そんな感じです。そんな感じ。そんな感じっておかしくないですか。常にむしゃぶりですもん。そうです。なるほど、はい、じゃあむしゃぶりしてるってビシッと言いきましょう。むしゃぶりしてます。そんな人いますかね。いますか。はい、次は最後の質問ですね。実力もないのに J リーグのセレクションを受けたと断るごとにほざいていた葉月さんのリフティング動画はどのように撮影許可をいただいたんですか。葉月さんの実力がないのがバレるので本人は撮影を嫌がりませんでしたか。嫌がりませんでしたよね。嫌がらなかったですね。嫌じゃないですもんね。嫌じゃないですね。サッカー好きですしね。そうです、うん、なので別に全然許可もなればね。そうです、うん、普通にねスムーズにね、進みましたよね。そうです、ね、清水の丘公園で撮ったんですよね。そうです、ね、葉月さんの大好きなね、清水の丘公園で。まあ好きです。いつも待機してますから、清水の丘公園でね。まあいつもじゃないですね。でも多いじゃないですか、南区で待機する場所って言ったら清水の丘公園って言っても過言じゃないじゃないですか。そうですね、まあそうですよね、はい、ちなみに保土ヶ谷だったらどこで待機します。保土ヶ谷だったらイオン天王寺。そうですね、西区だったら
下だったサミットか。その答え待ってました。はい、なるほどね、はい、質問に戻りますけど、ね、あときさん全然ね嫌がらなかったですよね。そうです、楽しかったですよね。楽しかった。まだ撮りたいですね、清水が丘で。そうですね、次サッカーじゃなくてね、違うスポーツどうですか。そうですね、まあ考えます。ボクシングとかね。ボクシングいいんじゃないですか、視聴者も望んでますよ。まあミッド打ちとかスパーリングとかいろいろできますから。次は清水ヶ丘でスポーツ企画をお届けしますね、はずきさん、はい、お楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、さて最後にですね、ソロシンガーとしての今後の展望についてお聞かせください。はい、直近で10月13日土曜日、渋谷の方でドライブを、これが今年最後になります。最後ですか。最後ですね、今年です。今年は、はい、知ってます。はい、まあ、そのライブハウスでの活動っていうのは最後になりますが、チャイでのディナーショー、ああそうです、方もありますからね。そうです、それもまあ、時期は未定ですけど。時期未定ですか。未定です。でもまあね、直近、まあ、できる限り早くやるってことね。まあ、早く、まあ、できればと思います。ディナーショー、チャイ舞い立てでのディナーショーは、飲食代のみで、ご覧いただけますので、ぜひお越しください。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。最後に葉月さん、一言、はい、視聴者の方に向けてお願いいたします。まあ、長い間ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。次回のハズキン TV もぜひお楽しみください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ハズキさん、 J リーグのセレクションについてなんですけれども、はい、これ受けたのはいつですか。いや、もうだいぶ前です。だいぶ前、何年前ですか。4、5年前ぐらい。4、5年前、場所は。場所は福島。福島で。福島で。セレクションっていうのはどういう感じなんですか。どのチームとのセレクションとか限られてますか。いや、福島ユナイテッドっていう、その今 J3 なのチームなんです。はいはい。当時その県リーグで、何部か忘れてましたけど、県リーグで。の選手を募集してます。県リーグで。そこに葉月さんが行ったと。行ったというか、まあ、受けた、はい、受けたと、うん、あ、どういうテストなんですか、内容は。いや、試合形式ですね。試合形式で、それ活躍すると認められる。まあそうですが、ただ結構冬だったんで、あ、雪がすごい、雪がすごいと積もってる状況で、でコンディションが悪かったと思って、ピッチが。そうですね。で、結果はダメだったの。ダメでした、ね。ダメでした。と、雪のせいで。いや、雪とかそういう天気関係なく。関係なく。力不足。力不足。練習不足。はい。なるほど。また今後、受ける予定っていうのはあるんですか。いや、もうないですね。もうないです。はい、ないです。ないです。分かりました。ないです、はい、ありがとうございます、はいはい、青い稲妻じゃん僕を責めるこの体焼き尽くす現地冷たい君の素肌がいつも心震わせる惑わせて You're my girlこんにちは、ハズキン TV のご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。